覚悟しろテキーラー恩返しの頂点や勝手に見せないすいません気持ちいいかやっぱキングは違うな渋谷のキング見た、うん、勝手に映さないでしびれんねみんなどう渋谷のキングどうだ気持ちいいかノリ悪いね相変わらず相変わらずこの街はノリ悪いねおおおおおお俺の家何してんだよ俺の家何してんだダンサイトショーダンサイトショー分かるわけないやん分かるわけないやんえ問題生の頂点からしたらねもうそこら辺のね凡人が何やってたってでもあ元気やってんな元気やで好きにやりなよ俺の部屋で好きにやりなよってまあそういうレベルよね、うん、まあ、そういうことでね、先日、11月13日にね音大生の頂点ね赤羽のねレイニーってねバカみたいにでかい箱でライブやってきて、それで一段落ついたんでまた待ち叫びうん、総合芸術町叫びの方ねまたやっていこうと思うんで見たかったら見てください見たくなかったら見なくていいですはいどうせね俺がね武道館とか埋めた時に君らみたいにね人の評価でしかね他人を判断できないねまあね勝つのね人たちはその頃になったらね俺子さんだったんだよみたいなまあそういうムーブね入ってもいいんじゃない、うん、嘘ついてね俺の子さんって言ってもね君がしょうもないことに変わりはないから、はい、ということでちょっとねまあリスナーだからね厳しくレジェンドこれカメラレジェンドこれカメラまあちょっとリスナーだからね厳しく言っちゃったけどまあ仲良くやってこい、うん、ネット上でインターネット上で拳かわしてこいってことでまあ8分喋ってもいいんだけどねちょっと俺忙しいからうんということで時飛ばし